ヨーロッパの交通も欧州自動車道路は1990本以上創業している高速鉄道路線特に往来の激しい空港、航行可能な河川と運河ヨーロッパの交通では欧州地域で提供されている7億人以上の人々と関連貨物の輸送手段について記述する EU 貨物の輸送状況道路回路鉄道線路内陸水路空路ヨーロッパ大陸は 政治地理学により50以上の主権国家と領土に分割されている。この細かい領土分割が産業革命以降の人々の移動増加と相まって輸送網の発達や維持における欧州諸国間の高度な協力につながっている。欧州連合、欧州評議会、欧州安全保障協力機構といった国家の枠組みを超えた組織や政府間国際組織が 欧州各国の国境を越えて人々と貨物が移動できる国際基準や国際協定の締結をもたらしている。道路、線路、空路、水路のすべてが欧州全域で普及しており重要なものである。ヨーロッパは世界初となる鉄道や高速道路ができた場所であり、現在は世界で最も往来の激しい港や空港がある場所となっている。 欧州26カ国間には国境検査をせずとも移動可能な宣言権が存在する。貨物輸送は高レベルのインターモーダル輸送に対応しており、欧州経済地域は30カ国間で物品の自由な移動を認めている。2016年の全輸送量のうち51%が道路、33%が回路、12%が鉄道線路、 4%が内陸水路、0.1%が空路によるものだった。2017年の報告書には、欧州における交通インフラ計画の実現に関する重要な成功要因の総括が示されている。手前からドイツのアイスさんフランスのタリス、一番奥がユーロスター車両。現代の欧州鉄道網は、ヨーロッパ大陸全土にまたがる旅客と貨物の輸送を、 になっている。フランスの TGV やスペインのアベニューといった高速旅客鉄道網が重要なものである。英仏海峡トンネルイギリスとフランスとをつないで欧州鉄道網が一体化したことで、米国土木学会から現代世界の七不思議とも称された。中央ヨーロッパと西ヨーロッパでは標準機が広く普及し、東ヨーロッパの一部地域ではロシア機関が主流で、 イベリア半島とアイルランドはそれぞれ別の規格を使っている。欧州鉄道交通管理システムは欧州連合主導でヨーロッパ標準の鉄道信号保安装置として開発されたものである。鉄道構造物、旅客、貨物輸送は各国の地方、中央政府と民間会社が連携して輸送サービスを提供されているため国が変わればサービスも異なる。 ユーレールパスは欧州18カ国乗り放題の周遊権だが利用者はヨーロッパ地域に居住していない人に限定されている。インターレールパスは欧州および周辺国の居住者が対象でヨーロッパ各国を周遊する人向けに発行されている。ロンドン地下鉄として知られるロンドンの高速輸送路線図欧州各都市の多くが一般にメトロと呼ばれる 電車路線の高速輸送を持っている。世界初となる地下鉄のメトロポリタン鉄道は1863年にロンドンで開業した。現在はヨーロッパで最も長いロンドン地下鉄と呼ばれるロンドンの高速輸送システムの一部となっている。ロンドンに続いて区間距離の大きな欧州メトロシステムはモスクワ、マドリード、パリにある。2010年代初頭。 欧州諸国の多くが長距離バス市場の自由化を決断した。この自由化が欧州経済と欧州市民の両方を助けていることはすでに証明されている。バスは最も安価な輸送手段であり、高速鉄道のある国では列車よりも遅い。しかし多くの企業はバス団体が列車と同じくらい快適になるよう調整している。長距離バスには トイレと電源が追加され、一部には Wi-Fi が装備、されている。長距離バス輸送をさらに簡便かつ安価にするために、乗り換え等の料金比較サイトが作られている。ソボスや、ゲッティビバスなどの比較サイトは、輸送企業のサイトまで飛ばなくとも、予約手続きが行えるものになっている。左から、ロットポーランド航空、ブリュッセル航空、エアバルティック、エアヨーロッパの航空機、 広範囲にわたる道路や鉄道網があるものの2013年の EU 域内にける国際旅行の43%は空路によるものだった。スペインやギリシャなどの周辺国や大部分の国境通貨が空路になるマルタやキプロスなどの島国では空輸が特に重要である。大規模な観光産業もまたヨーロッパに多くの訪問者を誘致しており、 大部分の観光客がヨーロッパに多数ある大型国際空港より入国する。主要なハブ空港としては、ロンドンヒースロー空港、イスタンブール空港、パリシャルルドゴール空港、フランクフルト空港、アムステルダムスキポール空港などがある。近年の格安航空会社の台頭が、欧州域内における空の旅の大幅増加につながっている。航空輸送は今や、 欧州都市間を旅行する最も安価な方法であることも珍しくない。この空の旅の増加は空域の過密問題と環境問題をもたらしている。欧州単一空域はこれらの問題を解決する構想の一つである。EU 内では完全な空の自由と世界で最も広範囲なカボタージュ協定により格安航空会社が EU 全域で自由に運行することが可能となっている。地方空港は相当離れた大都市にも低料金でサービス輸送すると自らを売り込む傾向があるため安価な空の旅に拍車がかかっている。この件で特に注目されているのがライアンエアで同社はサービス運行する都市より最大1 5 0トル離れた地方空港からのフライトを主に行っている。 ライン川ウィーク船舶オランダのロッテルダム港は欧州最大の港であり2013年には約4.4億メートルトンの貨物を扱う世界最大の港となった関連するユーロポート工業地帯を含める場合にロッテルダムが世界で最も往来の激しい港となる EU にある内陸河川輸送の2、3とコンテナの約4割がオランダを通過する それ以外の大型港としては、ドイツのハンブルク港やベルギーのアントワープ港がある。イギリス海峡は、1日あたり400隻以上の船が、北海とバルト海の港間を通る、世界で最も往来の激しい海路の一つである。貨物輸送におけるその役割と、同じく、海上輸送は、欧州のエネルギー供給の重要な一部である。ヨーロッパは、 世界有数の石油タンカー貨物上げ下ろし先である。エネルギーはまた LNG という形で回路によって欧州に供給されている。ウェールズにあるサウスフック LNG ターミナルが欧州最大の LNG 基地である。ありがとうございます。